お疲れ様でした。お疲れ様。年公演無事終わりましたよ。終わりました。臨床期クロニクル最終回です。イエーイ。はい、今日のステーションはメインチーム、竹原さんを除く。はい。竹原さん、いろいろあるからね。いろいろある。させてもらってます。はい。はい。はい。改めて。はい。臨床期年公演終了しました。はい。ありがとうございます。あ、座長。あ、座長。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 ありがとうございました。ありました。ありがとうございました。なんか一言ずついただきましょうか。あーぜひぜひ、はい、なんか欲しいですね。なんかじゃあなんか欲しいで、なんかボケなんかやもん。そういう欲しい順番大事やで、これどうするか。どうするの、誰から行こうかな。悩んでる。まず熊倉さん。はい、熊倉さんください。いやね、全公演完走したことが何よりも僕は奇跡だと思ってます。本当そうですね。すごい。いやこんな大変なね状況の中でね、できたことが本当にすごいし、何よりもお客さんがこの状況の中でも来てくれたことが本当に感謝ですね。本当に感謝です。いっぱいです。で、みんなでバトンつないだね。はい。あとこっからですからね。はい。皆さんも。大丈夫。いや、みんなで頑張りましたよ。臨床期が素晴らしかったっす。すごかった。ああ、良かったです。毒貴族どうなるかね。渡しましたからね。おもちゃまた楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。それに関して、はい。ちょっと体がみしましたけれども、そうね。太郎ちゃん。お、私、どうも、ビアンカハン役の桜梅太郎。ビアンカハン。ビアンカハン。そう、なんかね、あのちょっとツイートもしたんですけど。あのビアンカ・ハーンという名前をいただいてから、あのキャラクターをね変えたんですよ。名前が決まってから。そうです、そうです。応募してた。そうなんです。で、だからあの皆様があの応募していただいたお名前のおかげで、あのこのビアンカが生まれましたので、あの皆様に本当に感謝しております。ありがとうございます。それにしてもね、あの一撃屋さん、なんなん、やるな、すごい、すごすぎない？どうなってんの？体力もそうやけど、ハートが、もうマジで、ハートだよ。ほんまにいい人ばっかりでね、心の中でどう思ってるかわかんないですけど。怖い、いやいや、いいやね。いやでも本当にお世話になりまして、本当にとても素敵なあのね、あの劇団さんにあの参加させていただきまして、あの私自身すごく自信になるなんかあれやったなと思います。ほんまにありがとうございました。はい、王様演じました。あ、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、アキさん。アキさん。あ、どうぞどうぞ。最後になりたくなかった。何の仕掛かるわ。そうや。三笘来るかなと思ったら全然来ないから。いいのいっちゃって。どうぞ。はい。ね、本当に、いやもうこの人。なんで？本当に。もうなんか従えるのが本当にあの普通だったらね、こんだけ強いね部下がいたらね、それはもうありがたいことですよ。ありがたいことなんで、すごくプレッシャーになってるっていう。めっちゃくっついてますよ。本当にずっとアッケーで言うと2人の盾とかね、もう本当しびれる。めっちゃかっこいい。こっから俺やるんかと思いながら、どうやってしてる。いや本当に。でもなんかやっぱりこう竹馬も言ってたけど、縦芝居っていうのはやっぱ芝居だけじゃなくて、やっぱお芝居が大事だ。縦だけじゃなくてお芝居が大事だっていうのをなんか信じて、僕なりのキャラクターが出るようにっていうふうに一からやっていて、皆さんに本当に支えていただいて、ここまで来ると本当に良かったです。いい王様だったんですよ。目が怖いの、なんだもん。いや、こっちも怖いよな。お客さんに見えないけど、すごい顔してくんだから。いや、どっちもギラギラですから。皆さんありがとうございました。はい、まおちゃん、三田のでございます。おめでとうございました。もう私今ね、もう一言言いたい。一撃屋さんじゃなかったら多分やっ
ってません、ここまで。おお、あれは恐ろしい建物。ここまでできてないです、あのリアルに。本当にもうね、個人的なことでいろいろ支えていただいて、もうほんま、いけるかなみたいな、朝起きて、絶望から始まるみたいな時もあったんですけれども、本当にもう、熊倉さんとか、マッキーさんとか、太郎さんとか、もう皆さん含め、もうほんまに支えていただいて、その優しさで私はもう、やる気しか出なくなる病気にかかりました強い、ね、力強い、はい、もう多分これを乗り越えれたら人生何でもできるなと思うのでいや、はい、いや本当にそのガッツ感じましたよ、ね、本当ですか、さすが女優さんだなと思う本当にこれはいやいや、もう本当にもう皆さんに支えられて、そして来てくださるお客さんがいるからこそこうね、やっぱやろう頑張ろうって思えたので、本当にこっからね、5歳の神楽、はい、始まりのスタート切れたと思うので、族貴族も何卒よろしくお願いいたします。100点やん、ありがとう、100点のお題すごいわ、座長ですね、座長私はそういうものや、いやよう喋っとるから、もうね、お4回手がお4回ね、クロちゃん声小さいもん、ね、いつもどうしてんの、緊張してます、いやね、どうしたいや、本当にね、もうここにいらっしゃる4人のお力をいっぱい借りまして、いやもうそんなことあるんですよ、ほんまにもう各所でね、いっぱい助けていただいて、もうほんとお礼を言っても尽きないんですけれども、おかげさまでもうどこに出しても恥ずかしくない、めちゃくちゃ最強の強強の認証機ができて、ほんまに嬉しかったです。もうね、カーテンコールで皆さんの客席に座ってくださる皆さんのお顔を見て、うん、まあ、もうマジで忘れんとここの感じっていうのをね、うん、すごい思いました。認証機もね、ね、5ヶ月の第1弾で結構やっぱりプレッシャーもあったんですけど、うん、このね、座組やからできたなっていうのをマジで本当に思う。もうなんか怖くなかったしね、うん、見ろみたいな、見ろ、うん、マジで面白いから見てくれって、自信持って出せましたよ、毎日思えたので、本当にもうここにいらっしゃる嫁もそうですし、ゲストで出てくるアクションママの皆さんもそうだし、本当にね、助けてもらって、選手力を迎えられて本当に嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。座長、座長らしい新商品スペースでなんか二次会とか行きたいですね。あー、いいね、みんなでお家で酒飲みながらやりたいです。ついにお酒飲めるわ、ほんまやな、ビール飲みたい。一番ね、あーパンパン、名もなき兵士様からいただきました。ラジオネーム、やっと食べれるぞ。たまらん、たまらん、たまらんのね、一番うまい、ここに来てホイパンパン、最高、最高、最高です。臨床期で流行った食べ物、確かに臨床期イコールホイパンパン、思い出のパン、可愛すぎだよ、永遠にね、話してしまうので、MC になるんですか、私は。MC でしょ。美少女クロニクルもご視聴たくさんありがとうございました。はい、めっちゃ見てくるわ、ケイさんが。緊張するから、ちょっとやめてほしいな。どうやって締めるのかな。やめてよ。悪いんだわ。お願いします。はい、いや、本当に皆様、たくさんの方々の力を借りてここまでやってくれることができました。本当にありがとうございました。次は族貴族が待ってますので、はい、頑張っていきましょう。頑張って。一旦美少女はここで終わりです。はい、はい、皆様本当にありがとうございました。ありがとうございました。